ヘッド解放。とことんとことん。ショベルヘッド解放区の酒井です。本日もですね、ショベルヘッドをバラバラ、全バラ、フレームだけにするためにはどんな工具が必要で、まあ、その工具の費用はいくらかということで検証していきたいと思います。本日はですね、すごい情報ということで、ちょっとすごい情報が入ってきたんで、それも、お伝えしながらやっていきたいと思います。本日はミッションを取り外すのにはどんな工具が必要なのかというところでやっていきたいと思います。はい。でですね、工具についてはですね、このストレート、の、カタログから全部抜粋していき、言ってまして、概要欄の方に、作ってありますので、蓄積させてありますので、また参考にしてください。あとですね、まあ、その、取り外し方とかバラし方っていう、その動画に関しては、再生リストを作ってありますので、この再生リスト見てもらって、まあ、やり方っていうのは、参考にしていただければよいかと思います。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンス、バイク購入についての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。あと動画の方ですね、グッドボタンとコメントいただけるとすごく嬉しいのでお願いします。コメントないよっていう方はですね、まあ、とことんとことんと入れといていただければ、嬉しいのでよろしくお願いします。はい、では本日はすごい情報が入ってきたよということと、ミッションバラしていくということで、それに工具が何が必要なのかということでやっていきたいと思います。はい、では早速ちょっと動画を忘れてますね。ちょっと待ってください。動画を忘れてるので、動画をはい、では早速動画回していきますね。はい、で、ミッションをと、あ、ここか。で、動画回していくんですけど、ミッション取り外しっていうことで、今までこの継続して再生リストの上から全一個ずつやってってるんですけど、もしまあ実際にね、取り外すということで、やっていっていただければ、その順番で、ミッションまで下ろせれると思うんですが、まあ、ミッション自体は、4個のナットと、はい。一本のボルトで止まってるだけなんですよ。まあ、ミッションの下側なんですよ。ミッション自体からは、こう、棒が出てて、棒っていうか、ボルトが出てて、そこにナットで固定する4本っていうことなんです。まあ、ちょっと動画再生させますよ。すいません。はい。で、4本で止まってるっていうことなんですけど、1本だけちょっと変なところに止まってるんですよ。そのボルトが。だからそれだけちょっと気をつけていただければよっぽどいいと思います。これ再生してるのかな。長いの、なんか。まあ、始まります、始まります。すいません。はい、なんで、まあ、結局、まあ、5本、5個の、4個のナットと1本のボルトで止まっているっていうことで、そのボルト、ナットを回すのは16分の9ですね。うん。なんで、これがあればよっぽど大丈夫です。で、まあ、ソケット、があるんで、あとはスパナ使ってもいいですし、まあこのラチェットジョイントとか使ってエクステンションバージョイント使ってもらって外していけば良いのかなと思います。あとですね、まあこれ割りピンとかもありますよね。それはまあラジオペンチもすでに購入してますよね。ラジオペンチであれば OK かと思います。はい、でまあこれでまあ工具費用は一切かかりませんということで本日は終わるんですけど、まあ簡単ですよね。4本もう前回で10万1810円ということですごいお金使ってしまった。ちょっと前回はトラブルっていうことだったんですけど、まあ、ここまで来てこの情報、新しい情報が入ってきたんです。そこをお伝えしたいんですけど、先日オープンチャットの方で少し話をしてた時に、そのミッションを下ろしてショップに持っていけば5万円工賃から引いてくれるということなんですよ。これってすごくないですか。この情報がちょっと僕はお伝えしたかったんですけど、これって工具が今のところ今回まで、今回ミッションを下ろすのは費用はなしということだったんですけど、こうミッションが下ろせるまでの今のところの金額が10万1810円なんですよ。で、ミッションをもし持ってくんだったら5万円圧縮できるんですよ。これってなかなかのもんじゃないですかね。要はだってさ、10万円今とりあえずつ、工具で、費用で10万、この工具っていうのはずっと使えるわけですよね。このずっと使える工具が、まああって、とりあえず5万円引いてもらえるって言ったら、あと5万円だけで、もしミッションやるんだったら、5万円だけちょっと工具代で
使うよっていうところで考えてもらえれば、今後のあれもめちゃめちゃ使えるんですよね。ほぼほぼもうこれで工具買っていかなくていいと思うんですよ。ちょっとまだ見えないところではあるんですけど、まあ、エンジンまで、まあ、フレームまでバラバラにするっていうところで、だからちょっとこれってこのね、その工賃5万円引かさせていただくミッションだけ持ち込めばっていう、ここもちょっと考慮していただいて、まあバラバラにするのにはいくらかかるのかということで引き続きやっていきたいと思います。はい、本日動画は終わります。ありがとうございました。はい、ではですね、5000人チャレンジ企画ということで、別まあこの5000人になったら T シャツを作りたいということで、まあちょっと貯金をしていきたいなと思ってます。登録を一人していただいたら100円と貯金させていただいているんですよ。で、前回の動画で、3192人でした。で、本日は、ちょっと続いてこれ動画撮ってるんですよね。前回もね、1日で2回撮ったんで0人、あ、そうだ、0人だったんですよね、前回も。今回は、1人。登録していただきました。ありがとうございます。はい。じゃあ、100円入れます。はい。で、これで今100円登録、貯金できましたので、この後もね、ずっと登録していただければ1人ずつ、1人登録していただいて100人入れてきますので、登録の方よろしくお願いします。はい、失礼します。